こんにちは、あずかわずです。髪を切ってきたんですが、このね、髪を切ると白髪がめちゃくちゃ目立つんですよ。こんな感じでね、ちょっとこう、特にサイド、前ね、瀬戸さんも白髪のやつやってましたけど、僕もね、この横が特にね、白髪が目立つんですね。なので、この、まあ2ヶ月、3ヶ月に1回ぐらいかな、こちら、じゃん、メンズビギンワンプッシュ白髪染めというのを使っておりまして、これね、もう実は開いちゃってるんですけれど、なんとこいつのいいところは1回だけじゃなくて3回分ぐらい使えるんですね。この辺がね、かなり白髪生えちゃってますんで、黄色と白い液が一緒に出て、これをこう髪の毛上でミックスすると。はい、ということでね、頭塗り終わりましたけれど、あとはこの濃さをね、時間調整します。色を濃くしたければしたいほど、まあ長くこの状態でいると。さあ、時間も経ちました。そろそろね、髪を洗っていきたいと思いますが、まあ、本当はね、手袋をしなきゃいけないんですが、こんな感じでね、まあ、爪とか指につくともう黒くなっちゃうんですね、時間が経つと。髪を乾かし終わりました。サイド特にね、こうちゃんと黒くなってるかと思います。ということで、メンズビギンワンプッシュ白髪染めでございました。お得。